はい、皆さんこんにちは、吉田正です。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン、じゃがりこでございます。普通にコンビニでね、買いました。152円でございます。カルビーじゃがりこ、クワトロチーズということで、じゃがりこ自体はなんかすごいうまいじゃないですかと思うんですけど、で、チーズ味、あ、これはと思ってね。で、クワトロチーズって何かなと思いましたけどね。ちょっと買ってみました。クワトロバジーナかなと思いました。シャーズナブルかなと思ってましたけどね。はい、キャスバルレム大根かなと思いましたけどね、違います。さあ、うん、あ、チーズの味、あ、チーズの味じゃない、香りだよ。じゃあ一本いただいてみたいと思います。いただきます。うんうんうん、うまいけどちょっと一本じゃわかんない、こういうのはね、わかんないね。二本、あ、でも十分チーズ、うん、ああ、これうまい。ちゃんとチーズ味って書いて、チーズの名のごとくですね。ちゃんとチーズの味がするのはうまい。と感じますね。4種のチーズの美味しさとありますね。食べ出したら、キリンがない。ね。また書いてありますけど、4種のチーズね。あ、書いてありますね。ゴルゴンゾーラ、パルメザン、カマンベール、チェダー。4種のチーズ。あ、これうまいですね。実際に本当にね、この4種類のチーズはね、食べたいなぁ。食べたい。はい。でも食べ出したらキリンがないね。いきなりもらってますけどね。はい、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、こちらセブンイレブンさんでね、購入いたしました。カルビージャカリコクワトロチーズでございました。ありがとうございました。